早っ。いつも自転車止まってくれる。自転車で来る。なんか、お寺の関係者の人がね。今とお寺に行くの。パンクしたんかっていうぐらい。またほぼ780円で嬉しいですよ。これも気持ちいい。しまったライン間違えた。これは無理や。にしてんねん。ちょっとビビって思って外側行って思ったわ。外側じゃ違う。いけんのこんな。すげえ。絶対もうね、まっすぐ走りません。無理ってもうちょっと、もうちょっと馬になっていいそうやけど、いっぱいさ、久しぶりやな。さすがにこれはちょっと、この自転車では無理や。いいね、このショートカットした。ごっつい大変幅やな。マウンテンバイクになってきた。ここ走るの下るとき。すごいね。この岩突っ込んでいってますね。どれや一挙五寸かいわら。どう考えろ、これ発信不可能や。結構自転車来てんな。ここ行けんちゃう。わからんけど。行けるけどさ、あの坂の上からが見えへんから。どうだよ。ああ、無理や。無理無理。無理っす。俺のバランス感覚ではちょっと無理や。すごいね、これ。どうでんのこれ。斜めになったらいけるとか思うやろ。無理なんだよね。どうしようかな。ほら、ロープで。アップで。くっそ。ペダルが当たるから無理です。MTB みたいに。車高くないんで、
ペダリングミスったらおしまいですわ。待ってよ、よしよ。全然成長を感じられへん。ああ、タイヤが良くなっただけ。現在の時刻は13時11分。標高は125メートルです。こんにちは。こんにちは。乗れへんから降りたんだけど、安全上の都合で降りたんだけど、人おったし、はい、あ、危ない危ない、あかん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 、下っていいでも降りるもんな。俺の腕では無理や。ゆっくりやったらいける可能性もあるけど、こけたらしまいや。こけたらあかん、絶対こけたらあかん。こけたらダメージもあるよ。ダメージもらえたら帰られへんのか。3分の1ぐらいは。もう本当だね。もう途中で終わりやな。どう考えたら無理やろ、これ。まあ、うまいやつやったらいけるやろ。真冬でも汗だくなんもんな、ここな。やめとくわ。だいぶ浸食進んでんな。こっ下ってこれんのかな、帰り。壁際け。かといって宇治川ラインから帰るのぐらいさ、重いや、走りやすいよな。ロードバイクに抜かれてうがつくじゃん。言ってるとか、まあ戦ってんのかいって感じ。戦ってるやろ。はぁ、あ、強いわ。いや、失敗した。もったいない。もったいない。どうした。難しいね。でも、登りとか普通せえへんから難しいよな、登りとか。こんなん降りんで行くの絶対無理やで。体力が、もうじゃ持たへんやん。なんか行けたかもわからんけど、無理、しんどい。
これ 4.5 ってのはね、あと 450m ってこと？そんなわけないな。 4.5 ってね、こっからあと 4.5km あるわけないしさ、 2km ないやろ。ちんたら走っても20分ぐらいで着くんやからさ。久々にグダグダの動画やな。面白い。これぐらい押していけだったら、レイゼンさん、登られ。登ろうもとんかって感じ。何回か登っていく人いたけど、それそこそこ登っとったよな。すごいよな。何これ、ベンチになってるの。やばいっすね。ぜひのよ。なんかサードル下げたけど、なんかあんま低く感じに、足短くなったのかな。なんかペダルが当たって無理ですわ。がつくなぁ。パワーありすぎて、遠い、イメージしたところに行ってしまうわ。下手くせ。かといって、エコモードやろ。きついし、みたいな。そんなんばっかり。怖いよ、これ。いけるいけへんじゃなくて。やばいっす。いや、なんか下んのも久しぶりだけど怖いな、これ。ペダルもな、さあ、サドルもな、下げてるしな。適正なポジションで。これ下げな、絶対無理やで、こけるで。しんどいっす。おぉ。なんかアシスト終わったらうかつくわ。落ちていきます。現在の時刻は13時21分、標高は193メートルです。もう完全に繊維喪失って感じです。無理っす。今まで無理っす。これパワーあっても、ケイデンスオーバーで止まるよね。いやねんって感じや。あら。
次です。なんやねん。やっぱやばい。まあ止まったやん。停電相場でまだ止まったな。どうなってんねん。一足やったらあったかのか。タイヤ滑ってんのかな。停電相場に登られへんわ。完璧やったはずやのや。ちょっとスリップしたから。暑いっす。千頭岳まで行こうまでけどきついな。やっぱりバウンドするとき、一心踏んだときに自転車がちょっと空回り気味には走らなあかんな。カバー乗りすぎたらちょっとでも入りいいだろ。止まるわ。諦めようか。めっちゃ走った。とりあえず両手に登るトレーニングやろうぜ。やっていくけどタイヤもベコベコになるぐらい空気を入れてへんけど滑んな。だグラベルキング38ぐらいやったらあかんのかな。自動車走られへんわって感じやな。下手したらあのどこやったっけ。四駆やったらまあ比較的いけるやろうけど。何やこれ。道越されたんけ。紛らわしいこと扇風機って感じ。こっから普通やん。いけんじゃん。知らんけど。なんか臭いな。カメムシの匂いするわ。うん。発生してんのか。でもなんかのんびり行きたいけど、絶対無理やった。絶対無理。お前より進むスピード遅くなってて、休む時間がなくなったんだけど、そこだけ成長した。まだなんか2、3分は止まって動いてて、もう繰り返しとったけど、絶対無理って感じ。でも、心肺機能が1ミリも上がってないよ。なんでこんなもんやなっていう、慣れただけやな。これ見てそうやけどな、パッと見はな。
乗ってみたらめっちゃやばいって感じ。グラベルキングやったらあかんな。フロードタイヤだよ。なんか、ミンチとか、ないと無理やな。行くんけ、これ。行こうか。もうなんか後ろのタイヤがガリガリ、パンクしたわ。最悪じゃん。何やねん、パンクとか。起きんなよ。ガスくれ。空気少なすぎた。来るときも一回リム打ちしたから。休憩がいたらサンクシュウリか。タイヤ今度空気圧上がりすぎてもうグリップが飛びまくるよ。難しい。これパンクでめっちゃ時間ロスした。そんなこともあるよ。もうなんかオフロード来たらタイヤ空気抜く進行が止まってるから、なんか20分以上かかったな。タイヤ新品なかった。中古のタイヤしかなかった。この間新品使って忘れたな。お二足のが滑らない。この自転車が、自転車がいいかい。何やそれって感じ。ギアチェンジですよ。これギアチェンジ。現在の時刻は14時5分。標高は263メートルです。なこれでね、動画見てる人でこれぐらいできるやんとか思うけどな、いけないんだよ。なんかやっとうちで、もう後ろグリップせえへんやん。グリップしません。なんか大変パンクしたら空気落とすのもトラウマになるわ。予備一本しかないしさ。あとは
パッチやけど、でもパッチなんかやってない。この間より全然進まへんなったやろなってて、しかも誰も来なかったな、楽しいな。やっと映れば終わりか、めっちゃ乗り心地悪いな。パンクするよりはいいけど、しんどいわ普通モードで。適切なところで一回な、いや色目立ったらいいやんか、低い落ちたままでした、おかしいな、車とは分けちゃうね。おかしいね、おう無理やろ、いや死んだよ。さっきとやりました、稜線行きたい、稜線ちゃうか、レイゼンか、でもいいね、レイゼン。ゴレイゼンや、ゴレイゼンちゃうか。ご礼伝ばっかり、ご祝儀とかご礼伝とかいつもな練習してるけど、最近つこだこ書いたことないな。お年玉すら書いたことないな。お年玉って書いとったけど、年一やな。しかも自分の子供やるぐらいですから、勇気待ってんねん。何やねんこの石は、やめろや、大ひどい物動くねえよこれ。ああ押しても乗ってもなんか長いな。
直立ぶりを見てくれや。見てだけしか見えへんから。なんかね、ほら見たらうっさいやけど。めっちゃ偉いや。あ、もう。あら、無理や。前に帰れるわけだ。止まん。浮いてましたむしろうっ前からな後ろに前とかけられへんあんま立ってもわからないけどこれしんどいっすわあんま着くやろ寒いけどいいか現在の時刻は14時15分標高は390メートルです390メートルまだまだどうか高いじゃん390メートルだな。先祖だけで890グラムがね。しっこいな、これ。まあ、そこらの林道だわけですよ。離れてたら、まあ、いや。パークで、リングもなかったから、なんか、シャカシャカするね。絵描いてた。引っ張ったわけ。いや、お前、ラックリボクしてんの。
っと出てこなかったな。着いた着いた。またこれあれです、ストラバやってるわけちゃうけど、ここまで行ってまうな。誰やったっけあれ、船なんやらやつが多分引いたやつ。自分が1位になれるようにわざとなんかセコなことしとんね。プロ、元プロのくせのくせやな。しんどいっすわ。ちょっと休憩。